国ウェイカムレイチャンチントンホイ。皆様こんにちは。長崎ランタンフェスティバルへようこそお越しくださいました。今日はいいお天気ですね。空を見上げると雲がないという感じなんですが、ちょっと風が強いです。気をつけて皆さんご覧になってください。さて、長崎ランタンフェスティバル、今日は最後の祝日、建国記念の日です。皆さんもお時間があると思います。今日はこの後中国雑技をお楽しみいただいたり、蛇踊りをご覧いただいたり、中国獅子舞をご覧いただいたりと、たくさんのイベントをご用意しております。時間がある限りゆっくりとお楽しみください。さて、最初に皆様にご覧いただくのは、お楽しみに待ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃる中国雑技です。毎年中国の本場の雑技団の皆さんに来ていただいております。今日もなんと17歳から26歳まで男女7名が登場してくださいます。雑技というのは小さい時から皆さん訓練を積まれるので、15歳過ぎたくらいからが一番油が乗り切った時期。全国の大きな大会や、そして全世界のいろんなイベントで活躍している方々ばかりですので、素晴らしい技をたくさん見せてくださいます。さて、その時に皆さんに一つだけお願いがあります。というのも、全員中国の方ですから、技がうまく決まった時には皆さんの拍手を楽しみにしてらっしゃいます。今日は手袋してる方とか、ポケットに手を入れてる方も多いと思うんですが、一度これくらいのお客様でどれくらいの拍手が聞こえるか確かめてみたいと思います。じゃあお願いしますね。はい、拍手。素晴らしい、ありがとうございます。もう皆さん今日ノリノリです。ありがとうございます。でも中にはお子さんを抱いてるから、荷物を持っている方からと、手を叩けない方も中にはいらっしゃるかもしれない。そういう方は声で応援してあげてください。ただし中国の方ですから、いいぞと言ってもなかなか通じません。ですから中国語にで通じる言葉、これをお教えします。いきますか。ハオ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 、いいですか。一回言ってみましょう。せーの、ハオ。だいぶいいですけど、ちょっと自信なさげで、まあ、それも可愛いところでございます。ぜひその大きな拍手と掛け声をお願いしたいと思います。さあ、それではこれから1時間たっぷりと中国大黄河雑技団の皆さんのプログラムをお楽しみいただきましょう。まず最初に登場するのは、花と呼ばれる皿回しです。日本の皿回しとは大きく違って、たくさんの棒でたくさんのお皿を回します。大きな技と、そして女性の美しい体にご注目ください。それではまずは皿回しです。どうぞ。Thank you.
ですね。まっすーバランス感覚も素晴らしいんですが、柔らかい体を生かした美しいポーズ、まるで花見のような美しい姿を見せてくださいました。それにしても皆さん薄着だったでしょう。あんなので寒くないのかなって心配になられたと思うんですが、大体中国雑技というのは室内で行われるんです。ですからこんな外でやることはほとんどないんです。というのも中国雑技というのはバランス感覚がとっても大切なんで、こういった風の強いところでやるのは難しいんですね。特に今日は寒さと風で大変だと思うんですが、その分団員の皆さん余計に頑張っていらっしゃいますので、今みたいな素敵な拍手と歯をの掛け声お願いいたします。